宵宮姉さん、そんなに悲しまないで。僕が面白い話をしてあげるよ。昨日角の生えたお兄さんと虫相撲をやったんだけど、3回とも僕の勝ちだったんだよ。イットに勝つなんてやるやんか。松坂、あんたすごいな。宵宮お姉ちゃん、姿の彩り祭では花火はあげられないけど、この祭りには他にも面白いものがたくさんあるんだよ。うん、大きに。数日の間城内で花火が禁止されるだけの話や。うちもそんなに落ち込んでへんさかい。宵宮姉さん、遊びに来たよ。新しい友達を紹介するよ。外国から来た女の子なんだ。なんて名前だっけ。クレイだよ。こんにちは、クレイちゃん。うちは宵宮、この長野原花火屋の店長や。うん、こんにちは。その帽子と服、可愛らしいな。模様が個性的やわ。それにそのリュックも、へえ、えらい工夫されて作られとるわ。これは四つ葉のクローバーなんだよ。ママとジン団長が四つ葉のクローバーは幸運を運んできてくれるって言ってたの。そうなんや、めっちゃええや。みんなも気に入ると思うで。それにリュックについてるちっこい精霊もえらい可愛らしいや。これはドドコだよ。クレイの一番の友達なの。よく一緒に星落としの湖でお魚をドカーンしに行ってるんだ。ん？ドドコっていうんか。面白い名前やな。気に入ったわ。うん、ドドコは生まれたら風に乗って冒険に出るんだ。そうママが言ってたよ。風に乗って冒険に出るな。クレイちゃんのママロマンチックや。うん、ママは一番すごくて一番いい人だよ。岩尾くんの言ってたこと本当だったね。宵宮お姉ちゃんもすごくいい人。うちもクレイちゃんとは気合うわ。うちら絶対ええ友達になれると思うで。二人ともすっかり意気投合したみたいだな。クレイちゃん、四つ葉のクローバーが好きなんやったら、うちが四つ葉の形した花火作ってクレイちゃんに見せたるわ。やったー。花火の後はドドコと一緒にみんなでお魚をドッカーンしに行こう。待てよ、お魚をドッカーン？ダメだからな。アルベドから言われてるだろ。少し浮かれすぎてしもたわ。忘れてまうやなんて。シャブ業の人から言われてるんや。姿の彩り祭の期間中は稲妻全土において花火は禁止やってな。じゃあダメなの？わかった。おいおい、新しい友達ができるのって嬉しいことのはずだろ。なんでこんな悲しい空気になってるんだよ。そうだぞ、やることはまだまだ他にもたくさんあるんだ。そうそう、さっきサイカが言っただろ、祭りには他にも面白いものがあるんだぞ。どうやクレイちゃん、もしかしたら姿の彩り祭も楽しいかもしれへんで。うん、クレイ、姿の彩り祭に行ってみる。俺、なんで宵宮姉さんに元気がないのか。バカ岩尾、宵宮お姉ちゃんに元気がないのは姿の彩り祭でみんなのために花火をあげられないからに決まってるでしょ。きっと宵宮姉さんは花火があげられないのがすごく悲しいんだと思う。ねえ、宵宮姉さんと一緒に姿の彩り祭に行ってあげて。僕は最強の鬼カブトムシを持って角の生えたお兄さんに会いに行く。それでまた買ってきて、僕のやり方で宵宮姉さんを喜ばせるんだ。